アリス・ソフィア・イブはイングランドの女優。イングランド・ロンドンで父親は俳優のトレバー・イブ、母親は女優のシャロン・モーンの間にて誕生した。イブ家はイングランド人、アイルランド人、ウェールズ人の家系である。二人の弟、ジャックとジョージがいる。アリスは右目が緑色、左目が青色の左右が異なる。目の色を持つ交酸移植症である。アリスは ベダレススクールに通った。その後、ロンドンのウェストミンスタースクールにて A レベル資格を取得。彼女は、キャップイヤーの期間中は、アメリカ合衆国のロサンゼルスにあるシアター及び演劇学校であるビバリーヒルズ劇場で学んだ。その後、オックスフォード大学生とキャサリンズカレッジで英語学を学んだ。2006年、映画ビッグトラブルにおいて、 ジョージー・マクブルーム役で出演した。2010年、彼女はアメリカ合衆国映画、セックスザ・シティにでは、シャーロットのアイルランド人ウバである、エリン役を演じた。同年、映画、ある日も敵がやってきたに、モリー・マクレーシュ役で主演した。2011年、テレビシリーズ、アントラージュ俺たちのハリウッドのシーズン8に、定期的にゲスト出演、ジャーナリストである、 ソフィア役を演じた。ありがとうございます。